渡来、謝罪。DeNA の、ドラフト1位ルーキー、渡来ルーキー外野手が、痛恨のサヨナラタイムリーエラーから、一夜明けた8日も話題となっている。7日の阪神戦は、まさかの幕切れとなった。1点、リードの9回、2アウト満塁のピンチで、ライトの渡来は、代打原口のライト前ヒットを素早く処理し、ライトゴロを狙って1塁に送球。しかし、この送球が逸れてしまい、2塁走者の生還まで許して、チームは5対6で、逆転サヨナラ負けを喫した。ワンプレーがチームの勝敗に直結し、敵地が大歓声に包まれる中、渡来はグラウンド上で膝から崩れ落ちた。ショックで立ち上がれない渡来の元には、マキラが駆け寄り、なんとか戻ったベンチでは涙をこぼした。まあ正直、敗戦のすべての責任が渡来一人にあるとは思わないが、渡来の守備で負けたという部分的事実はある。最終回の送球もそうだが、攻撃もあった。守備はお世辞にも一軍レベルとは言えない。例の試合見てると、やっぱりなんだかんだ言って、野球は守備が大事なんだなと改めて思う。渡来に限らず、とにかく守備の乱れが目立つ。泣いたり狂気したり、感情の起伏が激しすぎるのも、プロとしてどうなんだろう。躍動感があって見るものをワクワクさせてくれる反面、安定感や堅実さに欠ける部分はもったいないかなと思います。平然とプロならではの、確実ですごいプレーをする選手に成長していってほしいもの。同点になろうかという試合をさらにひっくり返して終わらせるライトゴロを狙った勇気は賞賛に値すると思っています。どうか攻めないでやってほしいし、渡来自身も立ち直ってほしい。必死にやったプレーが裏目に出た本当にかわいそうなプレー。チャレンジしての失敗は未来への糧になるんだよな。あまり自分自身を責めないでほしいな。こういった経験をバネにして成長してくれることを祈ってます。